はい、皆様お疲れ様です。今回はこちらの、300円のブロックの中身を見てみたいと思いますと。購入した理由、まあ、イラストですかね。まあ、こっちに関しては、まあ、光とミミロが映ってるのと、表裏がピカチュウと。で、こっちは、まあ、SR が入って、ミラーが入って、まあ、ここが結構昔なカードが入ってそうな感じの色だったので、もしかしたら掘り出し物がある気が多分したので選びました。ということで開封していきたいと思います。じゃあまずこちらのミミロの方からいこうと思いますと。裏は、リーリーですね。これのミラーがあったらちょっと個人的に嬉しかったんですけど、まあさすがにそんなことはないので。はい。汚れですかね、これは。まあそれ以外は、まあ白かけがある感じですね。んで、まあちょっと懐かしめなカードが入ってますね。結構、まあ飴が入ってますね。まあ飴はね、デッキでいろいろ使えるのは使えるので全然ありですね。と入れ替えも入ってますね。と、まあイラスト的に良さそうなカードが入ってるので、まあまあまあ。この辺も入っているので、結構前、昔というか、まあ前のカードが多いですね。まあ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 、まあ飴も入れ替えも入っているんで、まあ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 300円のこういうブロックならまだいい方かなと多分個人的に思います。では今度は、ピカチュウですね。今なかなかストレージでこういうピカチュウは見かけないので、まあまあまあコレクションとしてはいいかなという感じで、そこまで掛けとかもそこまで見れ、まああんまりなさそうなんで、こっちもそこまでひどい傷はないので、まあまあピカチュウ2枚入ったって考えればまだいいかな。まあ中は出来落ちしたカードがメインで、さっきみたいにグッズ、なんか使えるグッズが入っているととても嬉しいですが、まあポケモンがメインですね。まあちょっと可愛いポケモンも入っていたと。はい、今度はじゃあ、まあ、例の香ばしそうなブロック。よいしょ。ああ、球卵混じってますね。これはちょっと期待したいところですが、まあ、こちらのカードは、意外と傷んでますね。まあいいや。
で、こっちのカルネのミラーはどうでしょう。おっとっとい。ここですね。意外と傷あり。では、あと、エネルギーでしたか。と、マンタインのグラキューラと。この表裏が合ってないかがちょっと若干困りますが、直すのがとても面倒くさいと。本当に結構前のカードが入ってますね。闇がいっぱいいますね。そして上下が逆と、ここからキューラですね。キューラは一体どんな状態でしょうかと。ではまあ、キュールなんでね、まあ、汚れとか、まあ、こういう傷系は、まあ、あっても仕方がないですね。草っぽけばっかりでしたけども。はい、では、今回は、まあ、300円のブロックを3つ。開封して見てきましたけども、まあ大体中身、まあ個人的にピックアップしたのはまあこのカードですかね。まあピカチュウは状態が良かったんで全然良かったと思います。これはちょっと状態がちょっと何とも言えないんですけども、まあそこまで、まあ中身は気になったんだけど、まあそのエサラマ、まあコレクションとして取っておこうと思います。まあ仮にこれを売却するとしたら多分そんな値段はつかないのでね。まあこちらもミラーなんで、まあ廃炉にしておこうかなと思いますね。ファイルに閉じて、こちらもそこまで、まあこっちの方が思ったほど状態が、まあこの汚れ以外は特に気になるものなかったので、まあここはありますけど、あとはミラーだったら嬉しかったリーディエと、まあちょっと可愛いブリーダーと、まあイラストゲストのカードと使えそうなカードですね。はい、じゃあまた何かしら、くじやら怪しい箱とか、未開封ボックスとか開封していきますので、もしご興味がありましたらご視聴ください。それではありがとうございました。